八田駅は愛知県名古屋市東区広行き一丁目にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST07。瀬戸線開業時の始発駅である。ただし、当時の八田駅は八田川への架橋工事の遅れから設置された駅であり、現在と場所が異なる。主要駅に近いため比較的乗降客が少なく、栄町のり入れ以前には朝夕のラッシュ時以外、 普通も通過していた時代があった。日中の普通は40分間隔で3本に1本しか止まらないため2時間に1本であった。また、駅集中管理システムが各駅に導入されるまで瀬戸市役所前駅とともに長い間瀬戸線では数少ない終日無人駅であった。1997年に名古屋ドームが開業すると名古屋ドームに最も近い最寄駅となったため、 プレハブの簡易駅舎や瀬戸方面ホームの屋根の設置、案内看板の増設などの駅設備の整備が行われた。名古屋ドームで野球の試合などが行われるときは、休行や、準休の臨時停車も行われていた。その後、名古屋市営地下鉄名城線、名古屋街道エイバス街道エイバスしだみ線の、名古屋ドーム前、屋田駅が開業し最寄り駅の座を譲り渡した。 現在の駅舎のうち、尾張瀬戸方面の駅舎は、駅北側の道路工事に伴い、2004年3月1日に少し東側に移転し、改築されたものである。名古屋本線などのトランパス対応の無人駅と同じデザインの駅舎が整備されたが、この時点では自動改札機などは設置されなかった。2006年、瀬戸線にトランパスと駅集中管理システムが導入され、 当駅にも両方面の駅舎に自動改札機等が設置された。栄町方面の駅舎の改築も同時になされた。二面二線相対式ホームの地上駅、駅集中管理システムが導入された終日、無人駅である。大荒瀬戸方面と栄町方面は、改札が別々で、この間を行き来するには大きく迂回することになる。一旦改札を入ってしまうと、 終わり瀬戸方面と栄町方面のホーム間の移動は不可能である。両方面ともスロープが設置されており、バリアフリーに対応している。駅西側には瀬戸線唯一のトラス橋である、八田橋梁がある。周辺は住宅地である。最寄りのバス停は長母島前。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年。 879ページ。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道廃線略図愛知県道、岐阜県道15号名古屋多治見線と重複。 令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年8月14日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。 651から653ページ、ありがとうございます。